さて今回は予算15万円、Amazon で買えるパーツでコスパ重視のゲーミング PC を組もうという動画です。夏といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか？そうです。Amazon のプライムデーです。例年7月に開催されていて、今年の情報はまだ出てきてませんが、7月中の実施は固いんじゃないかしら。で、今回は Amazon のセールも見据えて、人気ゲームも快適に遊べるミドルスペック PC を組んでみます。動画の流れとしてはこんな感じ。この夏、自作 PC に挑戦してみようと思っている方は、きっと参考になると思うのでぜひゆっくり見ていってください。早速今回使用するパーツを並べていますが、構成と費用の目安はこんな感じ。グリスはクーラーに付属するものを使う想定です。15万円超えてるじゃねえか。というお叱りのコメントが飛んできそうですが、これはあくまで動画制作時点の価格でまとめたもの。ケースとマザーボードは MSI の Amazon 専売モデルで、グラブや電源に関しても、セールの時はもうちょっと頑張ってくれるんじゃないでしょうか。知らんけど。もう少し予算を削りたいなら、こんな感じの構成もありです。CPU を内蔵 GPU のない F 付きにして、CPU クーラーもリテールクーラーに変更。メモリとストレージも容量を削ってます。13世代の Core i5 にすれば、さらに数千円安くすることも可能。13世代と14世代で性能に大きな差はないので、とことん削れば14万円くらいに抑えられるかもです。BTO で同じようなスペックを探すと最安で14万5千円くらい、大手メーカーだと16万円台からって感じなので、サポートなどを求めないなら自作に挑戦するメリットは十分あるかも。自作 PC は好きなパーツを選べるのが最大の魅力ですから、どのパーツにどれくらい予算を割くかは、じっくり悩んで判断してくださいね。でも Amazon で PC パーツを買うのはちょっと不安なんだけど。という方も多いと思います。Amazon で PC パーツを買うときは、単品で購入しないのがコツです。私の経験上、なるべく他の製品とまとめて購入すれば、箱に伝票直張りで届くのを防げる可能性が高いです。ただまあ、それでも単体で送られてくることはたまにありますし、まとめて届いても干渉剤がスッカスカということも多かったり、数百円高くなってもいいなら、ギフト指定にするというやり方もあります。万が一製品そのものに問題があったときは、すぐに返品しましょう。Amazon は返品の手続きがとても楽なので、悪用はダメですけど、何か問題があった時はきちんと活用させてもらいましょう。それと、Amazon で Windows を購入するときは、極端に安いやつは避けた方がいいかも。多少の変動はあるとはいえ、だいたい1万5千から1万7千円くらいが相場です。1万円以下で買える怪しい Windows がちらほら現れますけど、私はおすすめしませんからね。販売元が Amazon になっているものなら間違いないはずです。では実際に組み立てていきましょうか。今回使うマザーボードは B760 のプロシリーズ。マイクロ ATX かつ DDR4 メモリ対応の Amazon 専売モデルです。早速中身を取り出しつつ、付属品もチェックしていきましょうか。最近の MSI 製品は、詳しいマニュアルは Web で見る方式。PC で公式サイトへアクセスするか、スマホなら QR コードからマニュアルページにアクセスできます。SATA ケーブルは1本付属。こちらは M.2SSD を固定するネジの予備かな。バックパネルは一体型ではなくて、別途取り付ける必要があります。マザーボード本体を取り出してみましょうか。すっきりとしたデザインで、価格を抑えたモデルといってもメモリスロットはきっちり4つ。ナッチが片側のみなのは、グラボへの干渉を防ぐためと思われます。CPU の補助電源は8ピンと4ピン。また後で説明しますけど、電源によってはちょっと注意が必要な形状です。M.2SSD の空きスロットは2つで、どちらも Gen4 に対応。ちょっぴり転送速度に差が出たりするので、Windows をインストールするメインストレージは、CPU 直結のスロットに取り付けることをお勧めします。グラボを接続する PCIe スロットにシールが貼ってたので、この段階で剥がしておきました。入出力端子は少なめで、無線 LAN も非搭載。Type-C ポートはありませんが、フロント用のコネクタは1つ用意されています。まずは CPU を取り付けちゃいましょう。取り付ける際は向きをよく確認してくださいね。はい、いい感じです。もともとついてた黒いカバーはすぐに捨てないでください。万が一マザーボードに初期不良があった場合、
このカバーを再度取り付けて送り返すことになります。次にメモリ。久しぶりに DDR4 を触りました。どのスロットに挿せばいいか迷った時は、マザーボードの説明書を見ましょう。メモリを2枚挿す時は、右から1番目と3番目に挿すのが正解です。向きを確認しながら、しっかり差し込みます。2枚ともきっちり差し込んだら、ナッチが元の位置まで戻っているかを確認。差し込みが甘いと PC が起動しなかったりするので、勇気を出して差し込んでくださいね。あとはストレージ。今回使う SSD ですが、1TB のものをお借りしたと思ってたら 2TB でした。ヒートシンクはネジを2つ取り外します。細いプラスドライバーがあると便利です。スロットには向きがあるので、よく確認してください。斜めから差し込んで、パカパカしてても問題ないのでご安心を。指で軽く押さえつつ、黒い爪みたいなパーツをくるっと回して SSD に引っ掛ければ OK。SSD を固定したら、ヒートシンクを元に戻します。ヒートシンクの裏側にはサーマルパッドが貼ってあって、取り付ける前に保護シートを必ず剥がしてください。ヒートシンクの向きをよく確認したら、プラスドライバーで固定しましょう。はい、これで CPU とメモリ、ストレージの取り付けが完了です。今回はこの段階で CPU クーラーも取り付けちゃいます。定番の AK400 ですが、Core i5 は発熱が控えめなので、予算に収まる好きなクーラーを選べばいいと思います。取り付け方法はさらっと流しちゃいますけど、説明書をよく読んで進めてくださいね。この AK400 は私の家にあったもので、何度か使ってるのでグリスがついていません。新品だとグリスがついてますから、それをそのまま使えば OK です。今回は定番の MX4 を使用。こだわるなら好きなグリスを使ってくださいね。ヒートシンクをしっかり固定したら、最後にファンを取り付けます。クリップはきっちり取り付けてください。最後にファンから伸びているケーブルを CPU ファンのピンにつなげます。奥まった位置にあって指が届きづらいので、ファンを固定する前にケーブルをつなげた方がいいかも。はい、これで CPU クーラーの取り付けも完了です。続いて電源の準備です。準備といっても中身を取り出すだけ。容量は 650W で AT+ 認証はブロンズ。価格を抑えたお手頃電源です。ケーブルがすべて繋がってるタイプなんですが、こういう梱包は初めて見ました。ビニールから取り出すとこんな感じ。ケーブルの構成はご覧の通り。CPU と PCIe のケーブルが1本だけで、16ピンケーブルもないので、ミドルスペックまでと考えた方がいいです。CPU の補助電源を見てみると、こんな感じで1本が二股に分かれています。今回使うマザーボードは CPU の補助電源がこんな形状になっていて、そのままつなげようと思うと、ヒートシンクとがっつり干渉しちゃってつなげられないんです。ぶっちゃけ8ピンが刺さっていれば普通に動かすことはできるんですけど、ちょっともやっとしますよね。その点、このケーブルは上下にスライドすることで2つに分割が可能。こうすることで、8ピンと4ピン、どちらもきっちり刺すことができます。すべての電源が同じように分割できるわけじゃないと思うので、ここはちょっと注意が必要かも。続いてケースの準備。サイドパネルを外してみて気づいたんですが、これガラスじゃなくてアクリルでした。約6000円という価格を考えれば仕方ないかな。今回使うのはマイクロ ATX のマザボですが、ケース自体は ATX にも対応。ケースファンは背面に RGB ファン1台を標準搭載。公式サイトによると、簡易水冷のラジエーターは 240mm まで搭載できるみたい。反対側のスチールパネルも外してみました。このケース、残念ながらType-C ポートは非搭載です。2.5 インチは1台、3.5 インチは2台まで搭載可能。ネジ類はここにくっついてました。では電源を取り付けちゃいましょうか。ファンを下向きにして、横からスライドさせていきます。電源スペースがあまり広くなくて、電源もケーブルがすべて繋がってるタイプなので、ちょっと窮屈です。電源の位置を合わせたら、ネジで4箇所を固定します。使うネジはこれ、ケースの説明書に書いてるので、初心者の方はちゃんと読んでくださいね。はい、これで OK。今回使用する電源のケーブルはこの3種類だけです。続いてマザーボードを取り付けます。電源とマザーボードの順番は逆でも問題ないです。まずはバックパネルから。ちょっといいマザーボードだと一体型になってて、
この工程はスキップできます。バックパネルは見た目以上に鋭利なので、指を切らないようにくれぐれも気をつけてください。向きを間違えないように位置を合わせて、しっかりと押し込みます。こんな感じです。次に、ATX マザーに合わせてスタンドオフネジが取り付けられているので、マイクロ ATX に合わせてネジの位置を変更します。指では硬すぎて外せなかったので、ペンチなどを使うと外しやすいです。私はネジザウルスという道具を使ってますが、普通のペンチでも特に問題はないです。スタンドオフネジの予備はケースに付属してるので、ここから探して取り付けても OK です。ネジの位置を調整したら、マザーボードを取り付けます。この時、ファンのケーブルを挟み込まないように注意してください。マザーボードの固定に使うネジはこれです。はい、これで OK です。ではマザーボードにケーブルをつなげていきましょう。24ピンとケースの USB は割とすんなりつなげられます。いずれも向きがあるので、端子の形状をよく確認してください。CPU の補助電源は奥まった位置にあるので、取り付けるのが結構大変です。以前レビューさせてもらった背面コネクタ対応製品だと、この辺がすごく楽なんですけどね。オーディオ用のケーブルはここにつなげます。フロントパネルのケーブルは一体型ではなくバラバラになってるやつ。どこに何をつなげればいいかは、マザーボードの説明書に書いてます。ぶっちゃけパワースイッチさえつなげておけば、とりあえずパソコンとしては使えます。はい、頑張ってつなげました。あとは背面ファンのケーブルをここにつなげます。システムファンのピンは複数あって、どこにつなげても問題ないですが、一番近いところにつなげるのが楽です。RGB のケーブルはケースの裏側を通して、ここにつなげておきました。最後にグラブを取り付けちゃいます。まずは固定パーツの位置をずらしておきます。格安ケースにありがちなんですが、独立してるスロットカバーではなく、パワーでねじ切るタイプでした。今回使うグラボは分厚さが2スロットなので、2つ分こじ開ける必要があります。指で押さえながら少しずつ傾けていきます。素手でやると怪我をする可能性があるので、何かしら手袋をつけた方が安全かも。はい、こんな感じで1つ取れました。もう1つもパワーで取り外しましょう。はい、このパーツは再利用ができないので、自治体の指示に従って適切な方法で処分してください。独立したスロットカバーも2つ付属するので、万が一取り外すスロットを間違えてしまった時は、これを使えば OK です。ではグラブを取り付けます。PCIe スロットのロックを軽く指で押し込んで、水平に奥まで差し込みます。グラブを差し込んだら、ネジで固定します。ここで使うネジはこれです。2つともしっかりとネジを締めたら、ここのパーツを元の位置に戻しておきましょう。最後に PCIe の補助電源をつなげます。このケーブルも向きがあるので、端子の形状をよく確認して、しっかり奥まで差し込んでください。今回のグラボはツインファンかつそこまで重たくないので、ステーは使いません。はい、これで一通り組み立てが完了です。このところ個性強めなケースに触れる機会が多かったので、なんだかすごくあっさりと組み終わってしまいました。ではマウスやキーボード、モニターとケーブルをつなげて、動作チェックや Windows のインストールを進めていきましょう。電源を入れて BIOS が立ち上がると、まずはじめに CPU クーラーの選択を迫られます。クーラーの種類で電力制限の設定が変わるんですが、65W のボックスクーラーを選択。この設定は後から変えることもできますし、手動で電力制限の値を入力することもできます。無制限状態にしたところでゲームへの影響は微々たるものなので、65W で運用するのがおすすめです。BIOS で確認すべきは、搭載パーツがきちんと認識されているかどうか。CPU は適切に認識されてますし、CPU クーラーがきちんと機能していることもわかります。今回のメモリは XMP がないタイプでしたが、オーバークロックメモリを使うと、ここがクリックできるようになってます。ストレージもきちんと認識されていて問題なさそうです。その他細かい設定は何もいじらず、CPU クーラーの種類を選択しただけです。では Windows のインストールメディアを USB ポートに挿して、キーボードの F10 を押して BIOS から離脱します。DSP 版の Windows を買った時は、光学ドライブをつなげて読み込む必要があります。
Windows のインストールから初期設定、ドライバーのインストールまでの一連の流れは少し前にブログに詳しくまとめているので、初めて挑戦する方はそちらをぜひご覧ください。概要欄に URL をまとめています。ではここからは実際にこのパソコンでどれくらいゲームを動かせるのか、いくつか試してみた結果をご紹介します。解像度はすべてフル HD です。まずは定番のベンチを3種類。はい、FF15 みたいに重いゲームを最高画質でサクサク動かすのはちょっとしんどいかもですが、FF14 やブルプロみたいなゲームなら最高画質で快適にプレイできそうです。続いてフォートナイト。レンダリングモードはパフォーマンス、3D 解像度と描画距離のみ最高で、あとは最低に落としてプレイ。平均値は240を超えてますけど、戦闘中は200を下回ることもしばしば。カジュアルにプレイする分には十分快適だと思いますが、240で張り付かせることにこだわる方には物足りないと思います。こちらは Apex。低画質で試したんですが、こちらも平均値は200を超えるけど、戦闘中はちょくちょく200を下回ります。165Hz くらいのモニターでプレイする分にはちょうどいいくらいのスペックかもしれませんね。続いてバロラント。このゲームは軽いので最高画質のままプレイ。平均値は300を超えています。このゲームも瞬間的に200を下回ることがあるので、ガチ勢の方はストレスを感じることがあるかも。私レベルのカジュアルゲーマーだと全然気にならないんですけどね。オーバーウォッチはデフォルトのウルトラ画質のままプレイ。平均値は一応240くらいまで伸びていました。画質を下げればもうちょいフレームレートが伸びるかな。サイバーパンクは最も重たいオーバードライブモードで動かすと、平均60に届かず。数ある PC ゲームの中でもトップレベルの重たさなので、さすがにパワー不足に思います。一段階画質を下げたレイトレーシングウルトラなら、平均80くらいは出せるみたい。最高設定にこだわらないなら、グラフィックが重めのゲームも快適に遊べそうです。ゴースト・オブ・ツシマも最高設定で快適に動かせてました。そこまで重くないゲームなら、ミドルスペックの4060でも十分です。最後にツイッチで動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。フェイスリグでアバターも表示しながらプレイ。配信と録画、どちらもハードウェアエンコードで、ゲームは低画質に設定。フレームレートはちょっぴり落ちてますけど、映像がカクつくようなこともなく、設定を工夫すれば PC1 台で VTuber として活動することもできそうです。という感じで今回は Amazon で揃えられるパーツでミドルスペックの自作 PC を組んでみました。改めてパーツ構成を見てみましょうか。ギリギリまで削るならこんな感じ。長く使うならメモリは 32GB あった方がいいと思いますけど、そこは予算に合わせて判断してください。このマザーボードは M.2SSD をもう1台搭載できますし、2.5 インチの SSD を搭載するのもありかな。ケースファンが背面に1台だけでエアフローが少し心配でしたが、実際にゲームを動かしてみると、CPU 温度は全く問題なし。GPU は少し温度が高めなので、予算に余裕があればフロントにケースファンを追加したいところ。格安ケースにしては裏配線スペースもそれなりに余裕があって、今回はナチュラルテイストで仕上げましたが、結束バンドなどを使えば簡単に整えられそうです。光るメモリに交換したり、おしゃれな RGB ファンを搭載してみたり、最初から100点満点の PC を目指さなくとも、後から少しずつパーツをアップグレードしていくのも自作 PC の楽しみ方の一つ。Amazon のセールでどのパーツがどれくらい安くなるかは現時点ではわからないですけど、この夏、予算15万円くらいで自作 PC に挑戦しようと思ってる方は、今回の構成をぜひ参考にしてみてくださいね。では今回の動画は以上です。ちょっとでもお役に立てたなら、高評価とコメントを残していってもらえると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。